ストレート対赤い岡本のストライク、完璧に捉えた当たりは黄色く染まったレフトスタンドに突き去りました。やっぱりまっすぐを狙って今の、まあ、変化球フォークですよね、これを打った打球はどうか、高く上がっている、上がっている、上がっていって見送った、2試合連続返しました。ホームランの威力すごいですね。見逃せばボールですよ、はい、もう今日散々あのインハイをゲレーロにもマギーにも使ってましたよね、バッテリーが。2球目打球はどうだ、高く上がる、上がって飛距離はどうか、入りました。今シーズンの第3号ツーランホームラン。まず山本さん、今の岡本のこのバッティング、やっぱり初球を振ったからですよ。初球を振ったから、はい、初球のちょっと厳しいボール振りに行きましたよね、これやっぱりあのバッターセンターへバックする、バックする、打球が伸びる、入った、第4号スリーラン。まあここもやはり加賀さん高くなってしまいましたね。高かったですね、この当たりは左中間、風に戻って伸びていく、伸びていく、岡本にもホームランが生まれた。8点、その気になるのはブルペンの時にちょっと違和感があったのか。岡本の打球上がって見送るか、見送った、今シーズンの第6号スリーランホームラン。膝をねまた使えるようになってきましたよね、体重がやはり打った。初球から狙っていきました、右方向に岡本は伸びていく、同点ホームラン。いやです、こうスイングの迷いがない、ボール際にですね、うん、だからその分やっぱりしっかり振れるんで、はい、ボールが落ちてこないですよね。バッテリーとしては岡本スリーボールワンストライクからセンター方向強く叩いた、センター下がる、下がってバックスクリーンに運んだ、岡本に1本出ました。岡本21歳、ともにまだまだ若いんですけれども、楽しみな2人の試合展開では共演とまではいかないかもしれませんが、5番の岡本、いい当たりだ。さあ2試合連発9号ホームラン、長いのストレートを捉えていきました岡本、豪快な一発、第9号スリーランホームランです。いやー山本さん、完璧なバッティングでしたね。はい、でもこれがなければいけないんですよね、はい、甘いボールをいかにこう持っていくかなんですよね、そういう意味では